皆さんこんにちは、高橋貴子です。こちらの動画ではこのリビング企業アカデミーをどんな人に学んでほしいと思って講座を作ったかということについてお伝えしたいと思います。こちらのリビング企業アカデミーの方は、実際に最初の方のベーシックから今回プレミアムという形で作り直しをしているんですが、こんな人を やっていく中でこんな人により、学んでほしいなということで、グレードアップした内容で作ったのが今回のプレミアムの方の講座になっています。で、どんな人を私が想定して、作っているかというと、まず一番に、重視してこんな人にっていうのを私が主にイメージして作ったのが、教室開講、そうですね、まあ1年から3年ぐらいの初期段階で自分でなんとなく自己流でやったんだけれども成果が出なくてなんかあがいててもがいててぐるぐるしてるようなタイプの先生で、方向性をポンと言ってあげたらそこにガッと進めると伸びていく、変わるであろうと思われる、まあ、そんな初期の頃の開業の先生であがいてもがいてる方、あともう一つは5年とか7年10年くらいですね、まあ、それぐらい、もちろん10年以上の方でも構わないんですけれども、ある程度集客はでき始めているだけれども、さらに上に伸ばしていきたい時に今までのやり方だと、変わらない、だからもっと違う視点で、自分の自己流の視点ではなくて、対極的にこう広い目で見てビジネスモデルとして考えた時に、教室業だけではない稼ぎ方っていうのは当然あるんですね。知識を使ったやり方 でそんなものも含めた状態でビジネス像全体設計プロデュースしてほしいと思っているようなタイプの教室の先生、このあたりがまず一番最初に私が特に伝えたくて作ったカリキュラムプログラムになります。そしたら、じゃあ私初めてだとダメですかっていう話なんですけれども、もちろん初めての方でも大丈夫なんですけれども、よりビジネス寄りに作りましたので、本当に初歩の初歩の少し緩く楽に、楽しくやりたいっていう方にはもしかしたら向いてない講座かもしれません。私自身がやはり会社員からの転職で、実際に独立自営でやってるので、もう最初から仕事として成り立つようにビジネスモデルの設計をするっていうことをトライした教室運営でしたので、そのノウハウを、まあ、さらに進化させたもので、まあ、お伝えできるように作り直しているのが、まあ、今回の内容になってますので、初めての方がもしも利用する場合には、最初からスタートダッシュをきちんと切ってビジネスの設計方向性を遠回りをしないで成功するように作りたい方向けになるので、例えばまあそんなにガツガツはやりたくないんだよねっていう方にはちょっと向いてないかもしれない内容になってます。私がこんな人にっていうふうに考えているのは、今現状のスキルはどうでもよくって、とにかく頑張る、よしやるぞっていう決意できる方であれば、まあ、はっきり言って誰でもいいんですけれども、イメージとしてはそのさらによりきちんとした、経営のですね、軸を作ることを重視できる、そこに共感し賛同する、だから収益が上がる、あと長期間上手に続く、教室運営を学びたい方向けにカリキュラムができておりますので、まあ、そんな今私は何もないけどガッツだけありますみたいな、そういう方は大歓迎です。素直さ、やる気、ガッツ、これがあればどうにかできるというふうに思ってますので、そんな方が本当にお仕事として、本にも書いてあるんですけど、まあ、こちらの、ね、本とか出版去年させていただいてるんですが、こちらの方の月商50ですね、ここをまず目指していく。月商50っていうことは年商600万になりますので、まあ、そこそこのボリュームちょっと頑張っていこうねっていう世界になりますので、1年目でいきなりはおそらく難しいと思います。教室業ではできるんですよ、できるんですけれども、それなりにきちんと組み込まないと難しいと思ってるし、私は1年目で、
いきなり1000万とか2000万稼げることだけがいいことだとは思っていないんですね。いわゆる一発屋さんと呼ばれる方、芸能人もそうなんですけど、教室業の方でもあまりこうちゃんと準備をしっかりしないでバーンと儲かってしまうと、本人が理由を分かってなくて儲かってしまう時とかってあるんですよ。そうするとあまり長続きしないので、私は長期的にちゃんと地道に自分が理解して数字を作るっていうことをできるような経営手法をご指導していきたいというふうに思っているので、そんな方向けに作っているのがリビング企業アカデミープレミアムということになります。ですので、今言ったのに当てはまらない私でも受けたいんですっていう方は、別にこんな私でも大丈夫ですかって質問していただいても構いませんので、私はその本人のですね、ご本人のやる気頑張る気を最優先にしておりますので、まあ覚悟っていう言葉をよく使うんですけれども、何かをやるときにはどうしてもそれを一時期集中的にやらなくてはいけないときがあるので、全てを金繰り捨ててとは言いません。当然家族との時間を作るために頑張りたいっていう背景があるっていうのは皆さんことはよく存じ上げてますので、その点は考慮しつつ、自分の人生を楽しく生きがいを持ってワクワクできるような、教室設計プログラムをサポートしていきたいなというふうに思ってますので、この思いに共感できる方はぜひご一緒したいと思います。それでは。